今回の教えて異性会は、異性会国際総合病院の救急科からインフルエンザについてご紹介します。こんにちは、異性会国際総合病院救急科の大川です。今回はインフルエンザの症状予防についてお話ししていきたいと思います。インフルエンザは一般の方にもよく知られている毎年冬に流行するウイルス感染症です。昨年までの数年間は新型コロナウイルスの影響で一時影を潜めているように見えましたが、今シーズンはまた猛威を振るいました。インフルエンザはその名の通りインフルエンザウイルスによる感染症です。ウイルスが体の中に入ってから 2,3 日かけて体内で増殖して発症します。この症状のない期間を潜伏期間と言います。最も感染力が強いのが発症24時間前から発症後3日程度と言われており、症状のない潜伏期間にも感染力があります。発症すると38度以上の比較的高い熱が出ることが多く、それ以外にも全身の倦怠感、頭痛、関節痛、筋肉痛などの症状が出現します。特に持病のない健康な方でしたら、ほとんどの場合何もしなくても1週間程度で回復します。しかし小児や高齢者、持病や薬の影響で免疫力が落ちている患者さんの場合、重症化したり稀に亡くなってしまうこともあります。インフルエンザ対策で重要なことは感染予防対策と予防接種です。感染予防対策ですが、感染症流行時のマスク着用、むやみに人混みに出かけない、こまめな手洗い、うがい、換気、加湿などが挙げられます。これらの感染対策はインフルエンザだけでなく、新型コロナウイルス感染症や風邪症候群など他の感染症も予防することができます。予防接種には発症を予防する効果と重症化を予防する効果があります。感染を完全に予防する効果はありませんので、予防接種を打ったのにインフルエンザになったという場合もあります。特に小児はインフルエンザ脳症を発症すると予後が悪く、命を落とすこともあれば重い後遺症を残すこともあり、積極的な予防接種が推奨されます。この冬にも大流行したインフルエンザの症状予防についてお話ししました。異性会国際総合病院は丁寧な診察、分かりやすい説明など患者さんに寄り添う医療を提供しています。安心安全の体制を整えていますので、ぜひご相談ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。異性会国際総合病院での受診をご希望の方は、動画概要欄からお申し込みいただくか、こちらの電話番号におかけください。チャンネル登録をぜひお願いします。